Thank you.
はい、というわけで、コーヒーとねトーストいただきました。結構ね謎な感じで存在してるんですけども、中入ったら結構なんかジブリっぽいようなね雰囲気、まあ、なんかトトロが出てくるんじゃないかみたいな、感じの、まあ、カフェかな、カフェでございました。コーヒーもね提供されるまでちょっと時間かかるんですけど、一滴一滴なんか絞り出してというような感じで、なんだろうな、なんかなんだろう、すごい美味しいというか、もうそのコーヒーのね良さが分かるような、もう大人な苦み、コク深さでした。でなんか濃いのと、まあちょっと薄口みたいな選べる感じです。でメニューにはないんですけども、トーストとかケーキあるそうです。価格は300円だったかな、トーストは。でコーヒーは500円、アイスコーヒー600円で、このトーストなんですけども、本当になんだろうな、ふんわりサクみたいな感じで、でお店で作ってる蜂蜜、これもねしつこい癖もなく、なんかすっきりしたような、そんな蜂蜜、まあ、濃厚すっきり蜂蜜みたいな、非常に美味しかったです。ぜひ皆さん興味ある方行ってみてください。ありがとうございました。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。